こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。かなり長文ですが、原因不明の歯痛ということで、お手紙をいただきました。1ヶ月半ほど前ですが、朝起きてすぐ、右上の奥歯が軽く痛かったので、市販の痛み止めを飲んで会社に行ったのですが、薬が効かずにだんだん痛みが増してきて、夜になると眠れないほどの激痛になったので、次の日の朝一で行きつけの歯医者さんに見てもらったところ、虫歯はない、隣の親知らずが横向きで出てくるようとしているのかもと言われ薬をもらいましたが、飲んでも激痛は収まらず、仕事が終わって立ち上がった瞬間動けないほどの激痛で、いい年をして泣きながら母親に朝行った歯科医に連れて行ってもらい、再診してもらいました。以前治療してかぶせてある歯、奥歯の1個手前が怪しかったのですが、麻酔してもらうと完全に痛みがなくなりました。かぶしているのを削ってみてもらいましたが、虫歯ではなく、でも、私の痛がり方が異常だったのか、神経を抜いてもらったみたいで、次の日からさっぱり痛みはなくなって安心していたのですが、次の治療で薬を入れてもらったんですけど、2日ほど経つとドクドクと、歯の中がうずくんです。次の治療の時に言って、違う薬を入れてもらったんですが、ドクドクズキズキうずいて薬が染みているのか、ご飯が食べても飲んでいても薬の味がするんです。先日治療に行って症状を言ってまた薬を入れてもらった際に、これで大丈夫なはずだから治療終了という感じだったので安心していたのですが、またドクドクうずいています。これは歯医者ではなく違う病院に行った方が良いのでしょうか。最初の激痛に比べたら今の痛みと全然何ともないのですが、もし違う病気なら痛いので、上気のような症状で可能性のある病気、一度、見てもらった方が良いと思われる病院、何かに行けばなどを、教えていただきたいのですということです。もしかしたらこれ7番目の歯っていうことだと思うんですけど、第2第9歯になります。これの歯根膜炎が起こっている状態かなと思います。薬に行くや、もしかしたら過敏反応、治療したとき、1度目は痛くなかったけど2度目に痛くなったということは、中側のところまで治療させていただいた際に、先端にまだ神経が残っている、あるいは、その先にある、歯根膜組織っていうのが少し、過敏に反応してきているという状態かもしれません。そういった面ではちょっと薬が外に漏れているという状態もあるみたいなですので、一度、もう少し、弱めの薬ですねを入れるとか、あるいは、そうですね、まるっきり薬を入れない状態で私の場合は置くこともあるんですけども、そういった形で、少しこの歯根膜組織に対する過敏反応を取っていかないといけないかもしれません。こういったことっていうのは薬剤を入れなければいけないっていうふうに、歯医者の方でも通常学校で習うときに言われるんですけど、実際上だと人によっては薬が強すぎてということもありますので、そのようなことが分かっていないといけません、いけないということもあります。どこに行けばいいのかって、根の治療ですので、専門っていうと本当は大学病院、歯科大学の歯内療法っていう部門ですね。そこを専門に行っている先生方っていうのは、一応こういった治療の専門家ではあると思います。あと、言い忘れてたんですが、ここの治療時にですね、もしかしたら入れた部分、花粉っていう上の蓋ですね、蓋の部分が上下でぶつかっている、あるいは、歯自体の根の治療をしているんですが、噛み合わせを落としていない、そういったことで、噛んだ時にぶつかってそれによって刺激になって痛いっていうこともありうりますので、その辺のところも詳しく見ていただく必要があるかなと思います。以上です。